皆さんこんにちは、神谷由里でございます。今日は4月の1日エイプリルフールですね。昔からのエイプリルフールにはなんか嘘をつくという習わしがあるそうですけれども、なんか今までなんかこう思い出に残るエイプリルフールの嘘のエピソードとか一つもなくてですね、今日は全くそういう、今日にふさわしい話題とか提供できないでおりますが、今日この後ですね、私吉祥寺のサムタイムで福井亜美さんのトリオと、一緒に、サムタイムに出演して、楽しいライブをやる予定でございます。今日も飛び入りのゲストで、先日のライブでも飛び入りしてくれました、久保舞子さんと、あと麻生洋平さんが、来てくださるので、彼らも織り交ぜながら、2ステージたっぷり入れ替えなしで違うメニューでお送りしようかなと思っております。そして今日しか歌えない曲っていうのが、今日しか歌えないわけじゃないんでしょうけど、今日に本当にふさわしい曲も1曲ご用意して、初めて歌う曲ですけれども、予定しておりますので、ぜひぜひ来ていただきたいと思います。7時からですね。なんかサムタイムってね、時間変わって、もうサムタイムってそうなんですよ。なんか私すごく思い起こせばすごく長く出演させていただいているお店の一つなんですよね、サムタイムって。でご存知、吉祥寺にあります、老舗のジャズクラブでございます。私が一番最初にサムタイムに行ったのは18歳の時ですね。その時に岸野よしこさんじゃなくて、福里ゆかりさんというシンガーの方がピアノの大石学さんと一緒に演奏するのを岸野よしこさんと聞きに行ったのが最初でしょうか。なんかぼんやりそのあたりの、あの方々の記憶があるんですけれども、でも行って聞いた演奏はすごく衝撃的で、それはすごく覚えていて、あ、もうこんなにすごいライブがあるんだなっていうぐらい本当にびっくりしまして、で、その時にもう今の、店長の優子さんは、アルバイトでもう働いてらしたのかな。で別の方がね、店長さんだったんですね。で、紹介していただいて、でなんか私ね、その時にね、ニコルのなんかセットアップを着てたんですよね。今でも覚えてるんですけど。そしたらその後々その店長さんってその後アパレルの仕事に変わられるんですけど、その方があなたおしゃれね、それどこのって言われて、あ、ニコルですって言ったら、あなたジャズなんかやっちゃダメよ、ジャズなんかやるとねおしゃれにならなくなっちゃうからとか言ってですね面白いこと言う人だなって思って、なんかそんな記憶がありまして、で、その後ですね、岸野よしこさんも、出演されていたので、その当時赤いカラスっていうライブハウスもジャズクラブもね吉祥寺にありまして、私はそちらの方にも出ていたんですけれども、じゃあ今度やんなよみたいな感じでおっしゃっていただいて、でその時もねシットインさせていただいて一曲歌わせていただいたんですけれども、もう大石学さんの素晴らしいピアノで歌う気分を味わってもらいたいってね、その時福里ゆかりさんにおっしゃっていただいて、それでお邪魔したのが、きっかけとなり出演することになりまして、でなんかすごく、あ、その後だ、その後に私赤いカラスに出演したんですわ。そうですね、順番としてはサムタイムが最初でした。で岸野よしこさんからもう一点もう一件吉祥寺にジャズクラブがあるんだけど一緒にやらないって言って紹介していただいたのが赤いカラスでした。はい、でそこでこう歌うようになったので、本当に10代の時からですね、もう本当に時の経つのは
ね、あっという間なのか長かったのかちょっと自分でもよくわからない感覚ではありますけれども、そこで歌い始めました。本当にいろんな方と一緒にそこで、まあ、今でもねたまに演奏させていただいておりますけれども、吉岡秀明さんの、トリオだったり、もうその当時吉岡さんの、そうそう、サムタイムって地下にあるんですけれど石の階段がありまして、ね、レンガのそこにねいろんな人のポスターが貼ってあったんですよね。でそこあれそこに貼ってあったんだっけ、いや違うな、赤いカラスの廊下に貼ってあったんだ、ごめんなさい。で、サムタイムのトイレにいろんなフライヤーが貼ってあるんだった。でその時にこう吉岡秀明さんがファンハウス、あ違う、あファンハウスだったかなからアルバムを出されていて、でそのすごいかっこいいポスターがあって、でああなんかこんな人がやってるんだななんて思いながら、ね、本当にまた吉岡さんとの出会いはまたその吉祥寺のどちらのお店でもなくて、確か新宿の JA だったかなと思うんですけれども、まあ、そこからこう関わっていくようになってご一緒させていただくように、サムタイムでも、ライブをさせていただくようになりまして、一番最近だと去年の12月のクリスマスのライブね、吉岡秀明さんのトリオでやらせていただきましたけれども、本当に長いことご一緒させていただいておりますが、全然こう色褪せない本当に素晴らしいピアニストだと思います。でこうやって長く演奏しておりますと、サムタイムだけに来てくださるお客様っていらっしゃるんですよね。で私も全員のお客様とお話しするわけではないので、もちろん知らない方ばかりなんですけれども、よくね声をかけてくださるんですね。最後終わってからすごい良かったですって、その時にね、いや実は若い頃にねこちらであなたの演奏を聞いて、でまたスケジュールを見たらライブされるということだったのでわざわざ聞きに来ましたって言ってくださったりとか、その間にねいろいろあったんですって言って、なんかあの時自分はこういう気持ちで行ってすごく落ち込んでたんですけれどもすごく救われたんですよとか、なんかそういうお話をしてくださる方がいらっしゃるんですよね。もう本当に私この仕事やっててよかったなって思う瞬間なんですよ。もう嬉しいですね。でいや実はもうあの時はいろいろあったんですけれども、あの後なんか仕事もどんどんうまくいってなんと結婚したんですとかっておっしゃってる方がいらっしゃったりとか、本当になんかこうやって私にももちろん時間が流れてるけど、皆さんにもこうやって時間が流れて、それをなんかこうやってお伝えしていただけるって本当にありがたいことだなって思っていて、サムタイムはすごくそういう思い出の、たくさん詰まったところなんですよね。でお店の雰囲気とかも本当に素敵ですし、とにかくねどこで写真を撮ってもこうなんか決まる感じの内装ですし、すごく素敵ですね。ステージ周りのもうちょうどステージをちょうど囲むような形でねお店がこうあって、皆さんの中心でライブをさせていただくっていう、思えばでもそういうお店ってサムタイムぐらいじゃないですかね。なんかね、青山の円形劇場とかそういうことに なってくるのかな。他には普通にそういうジャズクラブでそのような形でっていうのはないですね。ピアノの周りにカウンターがあって、そのカウンターがピアノを取り囲むみたいなお店はあるかもしれないんですけど、まあ、こうやって360度回るとお客様がいらっしゃるっていうお店はサムタイムぐらいかなと思います。そしてなんか音響もですね、私たちって演奏する人間ってモニタースピーカーからまあ自分たちの音を聞くのが定番なんですけれども、サムタイムってないんですよ。外にスピーカーが2発ついてまして、上にね つられてるんですけど、そこを出演者もお客様も聞くんですだから言ってみたら自分が聞いてる音がそのままお客様と同じ音っていうのは逆にすごくねありがたいことなんですよね。この音ねよく中音はすごいなんかいい感じなんだけど、このまま外だったらいい、その外もこの音だったらいいなって思って、なんか違ったねみたいなこともある場合が多いので、
なんかそういう意味では同じ痛感を本当にシェアしてるっていう感じで、 そして先ほども言いましたように、あのお客様のちょうど真ん中に我々があのいるので、あの本当になんて言うんですかね、一緒にその空間を作っている感じがあのするのがやっぱりサムタイムの魅力じゃないかなと思います。そういえばサムタイムのオリジナル T シャツっていうのがあって、私もよくあのプライベートで着ているお気に入りの T シャツがあるんですけれども、そちらの方も多分売ってると思うんですが、今日ね実はね私あの自分のアルバム以外にあの先日お誕生日のライブの時に合わせて作っていただいた T シャツを今日はあの持って行って販売させていただこうかなと思っております。これはあの私のあの大切な、後輩があのプレゼントで作ってくれた、T シャツなんですけれども、そちらを、それが表はこれまた私のマブダチが描いてくれた私の絵のシルエットが、胸のところに入っていて、後ろには私がよく言う神谷絵里五六五種類っていうのが、こう書いてあるんですね。後は文字になっておりまして、で正直表から見ると何が書いてあるかがわからないようにあの袋に入っているので、ちょうどなんか、まあ、おみくじじゃないですけど、どれが当たるかはわからないというような、そういうものでございます。そちらの、T シャツを、今日はあの持っていこうと思いますので、もし、ご希望の方は、ね、お声掛けください。全部同じで、グレーで、サイズは L サイズでございます。というわけで、はい、後ほどお会いしたいと思います。ありがとうございます。